おはようございます。とうとう来たね。来ました、本番が。そわそわしてやばかった。大丈夫ですか？バッチリですか？わかんない。準備してくれてる。はい、頑張ります。任せてくださいませ。はい、メイクします。そうだね、裏側を取っとかなきゃいけないからね。確かに。意気込み？今日のなんかもう、うまく歌おうとかしないで楽しんで歌おうって思ってます。リハはでもなんかいい感じだった気がしない？いい感じだったと思います。ね、全然いつも稽古じゃないの。すごい稽古で喋ってくる。嘘つき。いやそういうものかと思うんですけど。いつもはもっとため口で喋ってます。みのさんです。一曲だけ僕は心配な気持ちがある。私もです。不安しかない。その部分に来るときいつも大丈夫かなって。そうなので、私も多分そう思っちゃって。まあ、そうだよね。ダメなの。だからもう堂々とする。だってあんだけずれてもまあとりあえず歌えるんだから。多分一般の人は分かんないと思うんだ。いや、分かる人は分かると思う。分かる人は分かるね。やめて。コメント書いてほしい。見に来た人、私の心配点どこだったか。確実にあそこでしょ。いやでもそれが分かんなかったら成功してるってことだもんね。よし、分かんないはず。全然違うとこだったらショックだもん、それはそれで。いやそこ結構うまくいってたの。逆にね。火災がライブで不安だった場所が果たしてどこでしょうか。コメント欄にお答えください。緊張する。めっちゃドキドキしてる。顔仕上がりました、ね、顔仕上がった。さっきと別人でしょ。いい感じ。いい感じです。いよいよ本番なんでよろしくお願いします。頑張ります。楽しみます。スプレーしなくしなくて平気？します。あ、確かめました。さっき割れちゃってたし少し。あ、本当？押してもいい？うん、全然してください。ほぼ混同。密室だけど。こっちも行く。ほぼ混同。めちゃくちゃスプレー。お肉も固まりました。こちらは、おはべにする。頑張ります。はい、こちらです。お願いします。
お疲れ様でした。無事終わりましたね。いやどうでした。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったです。なんか今までのライブで一番この会場でブラサラでやったライブで一番盛り上がったんじゃないかなっていうぐらい、いや今日でも本当すごい、すごいこう熱量もすごい感じたし、こう久しぶりにみんなの声を聞いたりとか、イエーイとかさ、イエーイあーあーみたいなとかさ、コールもね久しぶりに聞いたなみたいな感じでしょ、めちゃくちゃ。なんかこっちもやっぱテンション上がるし、みんなも多分それで余計テンション上がってみたいな感じで、なんか本当にライブしたって感じで終われたから本当に気持ちよくやらせてもらいました。ライブの構成あれじゃないですか。新しい今までやったことないような構成でしたけど、どうでした。そうなのよ。いや本当生きた心地しないシーンあったんだけど、まあ、そのファンの人がねアンケートに書いてくれた聴いてみたい曲をこうみんなに書いてもらったんですけど、それを、まあ、マネージャーさんとかみんな集めて無作為にね、はい、選んで6曲、はい、まあ、その中で今日会場に来てくれるファンの人たちに選んでもらうっていう、でその曲をその場で歌う、で私は歌詞ももらえなければ何の曲かもわからなければっていう、めっちゃドキドキしたけどめっちゃみんな盛り上がってくれてたから、そうですね、やってよかったなって思って。でもあれです、あの後ファンの人たちと喋って、あの皆さんこういうことに使われるんであればもっとマイナーな曲書けばよかったみんな言ってたんでちょっと次回 の、 その無作為もなかなか難しい無作為になりそうだなっていう、やばいやばいよ、僕らももう一回勉強し直さないと、やばいやばい。そもそも今回ある程度分かったじゃないですか、書いてあるタイトルで。確かに。そうアンケートいただいて、あこういうの聞きたいんだねみんなみたいな話をしてたんですけど、しかもなんかなんとなくこの曲が選ばれるかなみたいなのあるわけ、うん、だから、まあ、予想がなんとなくついてたっていうか、そういう曲もあったわけ、うん、マリアとか。そうですね、そうですね。だけどさすがにボーイフレンドの作り方はあれはちょっと僕らもだってもう一回聞かないと、あこういう歌だったなみたいになるまでのちょっとラグありましたみたいな感じで選んでるでしょ絶対スタッフさんがみたいな僕らがちょっとねちょっと面白い半分、まあでもああいうのがあったからこそ、まあ、盛り上がったのかなと思うし、そうですね、なんか私もなんかたまたま聴いてたらよかったと思った、2ヶ月ぐらい前に聴いてた曲でよかったと思う、うんうんうん、もっと忘れてる曲とかありそう。僕らよりね、もう本当記憶にファンの方の方が鮮明に残ってるんで、何度も聞き返してくれたりとか、未だに DVD 聞いてくれたりとか、もっと聞きたい曲多分いっぱいあると思うんで、なんかこれからちょっとあれ定番化していこうかなって 心に決めました。ファンクラブ内のさサイトの中でも別に募集はできるしさ、はい、もちろん書いてもらったりとかもできるから、なんでね、みんな皆さんとりあえず500円のコースからでもいいんでね、そうだね、本当にファンクラブに入ってもらって、はい、そうするとこう一緒にライブを作ってるような感じ、うん、でこれがさすごいいい感じだったらこれだけでライブとかイベントとかするっていうのもめっちゃ大変だと思いますけど、私がやばいけど歌詞あり歌詞あり歌詞ありで、いやこれ歌詞その場で渡してもらう、歌詞なしがおもろいんじゃないですか絶対歌えない曲とか出てきそう、歌詞もなし、まあまあまあ、次って、うん、だバンドも大変ですよ、そうだとバンドがやばいやん、うん、長くやっていけば そ, う、ね、その中からそう今までやったことある歌詞のリクエストアワーでやったことあるやつだったってことだったら、ね、まあ、いけると思う、なんとかね、5回やったら30曲集まりますから、うん、まあちょっとこれは定番コーナーにしていきたいですね、まあ、盛り上がったしね、うん、私がどのぐらいあと対応できるようになっていくか、でも今回はまだ予想がつくし結構過去私が歌ってた曲とかメインが多かったから、うん、これがどんどんみんなが半分悪ふざけてないけど絶対笠が歌えなそうな曲選んでやろうみたいになってきた時がまた面白くなって、それが面白いと思う、なんで今回はまあ試しとしては大成功だったんです。そうだね、はい、本当に良かったと思います、いろいろ新しい試みに挑戦して実際みんなが盛り上がってくれてドキドキしたけど、まあ、ね、結果オーライみんなが楽しんでくれたんです。そうですね、来てくださった、来れなかった、残念ながら来れなかったファンの方たちに向けて最後にじゃあ一言いただいてもいいですか、うん、そうですね、いや本当に楽しい時間を過ごせました、まあ、来てくれた方は本当にありがとうございましたので、今回ね来たかったけど来れなかった方もきっといらっしゃると思います。実際私も DM とかメッセージでもらってます。そういう人たちがまた次回来れる時に楽しい状態、最高の傘の状態で待っていられるように、私はいつでもライブができるぞっていう状態を保って頑張っていこうと思うので、これからもね YouTube 含めて SNS もそうだしファンクラブとかの方もぜひぜひ参加して応援してもらえたらなと思います。ぜひ次はライブで会いましょう。ライブに遊びに来てください。じゃあこれで裏側 YouTube は終わろうと思います。お疲れ様でした。さよなら、さよなら、お疲れ様でした。バイバーイ。